雨が降り始めています。楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、間もなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには5番のウィーラーが入っています。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。ああやはりそうです。右中間へ、ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーがホームに帰ってきました。イーグルス追いつきました。6対6、試合を振り出しに戻しました。ここはどんどん攻めたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には6番の銀次が入っています。これが1球目、しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンドホームイン、サヨナラ。なんとサヨナラで決着。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。楽天イーグルスがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね。本当に素晴らしい表情をしています。勝ったイーグルス、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。